答えがないのが答えだぜ。イエス。エスキオチャンネルご覧の皆さん、吉川貴博ことヨッシーです。こんばんはこんにちはの人もいるし、おはようございますの人もいるね。それは見ているあなた次第で決まるから、自信持って今日はね、答えがないのは答え、答えがないのが答え、真理がないのが真理ということでね、知識として知っても何の役にも立たないシリーズでござるでバザールでござるね、バザールでござる。久しぶりに聞いた人、懐かしいなと思ってやってください。一人ね、一宇宙、あなたという宇宙はかけがえのない唯一無二のオンリーワンの宇宙であると。お前が神だと、オーマイゴッドね、いろんな言い方してるじゃないですか、僕最近で。まあそれをね、言いながらもこんなこと言ったらなんなんだけど、そもそもこの宇宙ね、全部わかるって人手挙げてもらえますか？宇宙の真理がわかったみたいな、イエーイみたいな人いますか？で、僕はこの数年間スピリチュアルの探求しまくってしまくって、修行もして、いろんなことやりました。心も体も魂も全部ね。で、結局気づいたのが、答えねえじゃねえかってことなんですよ。前の動画でもちらっと話したけど、で、これって本当に考えたら当たり前のことで、そもそもビッグバンが起こってこの宇宙が出来上がった理由、わかります？わからないですよね。宇宙にどれぐらいの星があるんでしょうかね。宇宙の果てってどこまで行けば果てなのか、果たして果てはないのか、知ってますか？わかりませんよね。科学や医学、次から次へと覆されてますよね。わかりませんね。あなたはどうしてそこにいるんですか？せーの、わかりません。これ堂々と言えるようになると、あなたはあなたを生き出しますよ。あなたという宇宙の答えはあなたにしかわからないし、あなたという宇宙の答えに固定した答えはないし、常に変化をし続けている。だからあなたの人生は無限の可能性を秘めている。これで良くないですか？苦しいこといっぱい人生はあります。辛いことも悲しいこともいっぱいあります。だって絶対に出会いと別れがあるわけだから。それ絶対に、絶対絶対にそうじゃないですか絶対に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 そうじゃないですかね。全て笑われて消えていくわけじゃないですか。切ないですよね。じゃあその切なさの中であなたは何を愛しく感じて生きていくのかね。今日はそんなことを話してみたいなと思ったんですけど、ただ答えがないのが答えっていうのを知識として受け取っても意味ないんですよ。だからやっぱり考え抜いてスピリチュアルの探求もして、そもそも人生って何なのか、私って何なのか、そういう問いを自分にずっとし続けて、それってずっと解けないものだと思います。人生をかけて自分に問い続ける問いだと思います。で、答えが分からなくなると、前も言ったように思考が落ちる。思考は思考の役割に甘んじるというか、頭の中の考え、おしゃべり、それは止まらないけれども、今まで思考がこう自分という自我意識、全てを征服できるような、全てを理解してやろう、分かってやろう、掴んでやろうというような支配がなくなりまして、思考は思考として機能していくわけですよ。そうするとあなたは感じるという力をどんどん取り戻していきます。あなたという唯一無二のオンリーワンの宇宙を感じてみてください。そこにはその瞬間瞬間の答えが、そしてそれは現れては消えていく。昨日はそう感じてたけど、今日はこんな風に感じる、明日はあんな風に感じる、日々日々違います。チャネリングしたってそうですよ。
同じクライアントさんからその時その時で感じることは全然違うから、スピリチュアルのカウンセリングにも答えはない。だからあなたをまっすぐ感じるためのお手伝いをただしているだけなんですよね。それを加速化してくれる、あなたを感じるのに役立つ、すごくサポートしてくれるものが高次元調律です。最近すごく受けてくれてる人がね、増えてきてるんで、どんどんあなたという宇宙を生きるために役立ててほしいなと思っています。受ける頻度は聞かれたらこれぐらい受けた方がいいというのは答えますけれども、ぶっちゃけそれ正解じゃないんで、あなたを感じながら決めてもらえればいいし、必要なくなったらいらないし、1回だけでいいと思ったんだったらそれでいいし、1回も受けたくないんだったら受けなくていいし答えはあなたの中にしかないから、感じてみてください。頭の中でいっぱいおしゃべりがまだまだ続いている人は、とにかく考え抜いてみてください。あなたとは何なのか、この宇宙とは何なのか、どうして宇宙が出来上がったのか、どうしていろんな悲劇は繰り返されるのか、人類は何なのか考えてみてください。僕は胸を張っています。 I don't know、 わかりませんということで、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。つかめるものは何もなくなると、今を感じて生きるようになるぜよ。バイバイ。